はい、岩渕友君。はい、日本共産党の岩渕友です。CCS 事業法案において、海洋汚染防止法における CO2 の海底化投棄にかかる、許可制度は、CCS 事業法案に一元化した上で、海洋環境の保全の観点から必要な対応について、環境大臣が共感するとされています。事業を推進するための法整備と一元化をして、環境保全に必要な規制が後退することがあってはなりません。で、現行法に基づく海底化 CCS の許可の有効期間は最長5年間となっていて、期間満了後はその都度許可の申請と審査が繰り返されます。一方、 CCS 事業法案では許可の有効期間を定めていません。で、ロンドン議定書は、許可は定期的に再検討されるべきとしていますけれども、この要請を満たさないのではないでしょうか。環境大臣、どうですか。はい、伊藤環境大臣。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、ロンドン議定書では、許可は監視の結果及び監視計画の目的を考慮して、定期的に再検討されるべきとされてございます。CCS 事業法案では、こうした議定書の要請を踏まえ、報告徴収や立ち入り検査に加え、事業者に対して事業の実施状況の定期報告の義務やモニタリング結果の報告義務も課しております。定期報告等の結果から本法案における義務が適切に履行されていないことが判明した場合には、事案に応じて貯留事業の停止を命じたり、貯留事業の許可を取り消したりすることも可能な仕組みとしております。これらの措置を通じて、ロンドン議定書を適切に担保してまいりたいと思います。岩渕君。はい、中央環境審議会の、答申では、その都度、許可の申請および審査が繰り返されることにより、長期間の監視を担保する仕組みとしています。有効期間を付す意見が今紹介したように述べられているということなんですね。で、一方で、今後我が国で実施される民間事業者による CCS 事業についても、採算性の観点から現行の許可の最長期間よりはるかに長期にわたる事業となることが見込まれ、事業の予見性を確保することが一層重要とか、許可の更新を繰り返すことにより事業の予見性も損なわれているとの指摘があるというふうにもしているんです。で、結局事業推進のために海洋環境の保全にかかる規制を緩和することになるんじゃないか、こういう懸念があるわけですね。で、答申ではモニタリングも大きな論点として示されています。で、答申へのパブリックコメントでは、高コストであり効率的なモニタリングを実施するために負荷の軽減を図るべきとか、モニタリング項目は法的義務の対象外にするべき、自然環境の保護に必要最小限な範囲でのモニタリングとすることなどの、要望が述べられているんですね。で、これ CCS 事業の商用化となると、コストの低減を追求をするということになります。で、経済産業委員会での質疑では、国が厳格に確認という答弁だったんですけれども、答申では、貯留層から二酸化炭素流の漏出がないことや、海洋環境の変化の程度を監視し、圧入した二酸化炭素流による海洋環境への悪影響が認められないことを客観的に示すことが重要としています。やはり第三者機関による公平性、そして透明性を担保したモニタリング制度にするべきではないでしょうか。はい、貞光部長。お答えいたします。前回の委員会でも、申し上げましたとおりですね、国としては貯留事業者が国の、認可を受けた方法に従って適切にモニタリングを実施しているかどうかを厳格に確認させていただく予定で、ありまして、その評価にあたっては必要に応じて地質等の専門家から意見を聞くこととしてございます。いずれにしましてもですね、
委員ご指摘のとおり、貯留事業者が行ったモニタリングの結果を、客観的な観点から検証することが重要であるというふうに考えて、ございまして、こうしたことがしっかりと確保されるようにですね、諸外国による取り組みや最新の科学的知見なども踏まえながら、この制度の運用のあり方を引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。岩渕君。客観的というお話だったわけですけれども、国による厳格な確認ということではね、公平性であったり透明性担保することできないと思います。でこの CCS 事業を環境影響評価法アセスの対象にすべきということで、衆議院の議論で複数の議員から指摘がありました。でこの CCS の事業ですけれども、地中深くを掘削して、CO2 を圧入して安定させるっていう、すべての行為が、環境に大きく負荷を与えるということはもう明らかなわけですよね。で、2010年の中央環境審議会の答申では、将来的に実施が見込まれる事業のうち、規模が大きく環境影響の程度が著しいと考えられる事業として、放射性廃棄物 処分場の建設とともに、CCS に関する事業を挙げて、国の関与のもと、何らかの形で環境影響評価を行う仕組みの検討が必要、CCS については、2020年までの実用化が目指されており、答申時点では実証試験段階であることから、知見を蓄積し、実用化の状況を見た上で、対象への追加を判断すべきというふうにしています。で、この答申からすれば、今、2030年までに事業開始、商用化だというふうに目指すと言ってますけれども、この環境影響評価の対象に加えるべきではないでしょうか。環境大臣、いかがですか。はい、伊藤大臣。お答え申し上げます。今般の CCS 事業法案においては、貯留した二酸化炭素が貯留層から一般環境中に漏出することを防止するため、事業の許可や事業実施計画の認可、事業実施中のモニタリングの義務付けなど規制的措置が設けられております。また許可の際には利害関係者による意見提出や自治体への協議規定といった合意形成手続きも設けられております。特に、海域の定性生物は二酸化炭素による影響に対し特に脆弱であることから、海域で実施する事業については事業者が申請の際に周辺環境への影響の事前評価を行い、環境大臣もこれを確認することとしております。で、本法案による規制的措置や合意形成手続きに加えて、 CCS 事業を環境影響評価法の対象にする必要があるか否かについては、今後の CCS 事業の動向を注視、検討を深めてまいりたいと思います。はい、岩渕君。はい、検討を進めたいということでしたけれども、 EU の CCS 指令 EIA、環境影響評価指令では、全貯留量が10万トン以上だと環境影響評価の対象となるんですね。で、ライフサイクルの初期段階から後期段階までのプロセスが、評価をされて、 CCS のプロジェクトの環境的および、社会的経済的な影響の評価が課されるということになります。だから環境影響評価は CCS 指令における貯留許可を申請する前に実施をされて、規制当局によって審査をされるということになります。で、米国でも陸域ではアセスを行っていますし、各国で環境省が関与をして規制を行っているんですね。で、EU のように、申請前に必ず環境影響評価を義務付けるべきです。で、続けて、ロンドン条約の1996年議定書、2009年の第6条改正では、輸出国と受け入れ国が協定を締結し、または取り決めを行っていることを条件として、海底下の地層への処分のために、二酸化炭素を含んだガスの輸出が可能とされました。で、この改正について、暫定的適用の宣言をしている国はどこでしょうか。はい、外務省、日下部審議官。
お答えいたします。これまでにロンドン条約1996年議定書、2009年改正の暫定適用を宣言した8カ国はベルギー、デンマーク、オランダ、ノルウェー、韓国、スウェーデン、スイス、英国の8カ国になります。はい、矢渕君。はい、8カ国が宣言をしていると。でこの改正は発効しているのでしょうか。で暫定的適用を宣言している国が、増えてないんですけれども、それは一体なぜでしょうか。はい、日下部審議官。お答え申し上げます。本改正は議定書の現在の締約国数である54カ国の3分の2に当たる36カ国が受諾した後に効力を生じることとなっております。現在までに本改正を受諾した締約国数は11カ国であり、本改正は現時点では発効していないところでございます。他方、2019年のロンドン議定書締約国会議において、本改正を受諾した締約国が暫定的適用を宣言することによって、本改正を暫定的に適用させることを可能とする決議が採択され、これを受けて、本改正を受諾した11カ国のうち8カ国がすでに暫定的適用を宣言しております。で、CCS を実施するためには、二酸化炭素を回収して海底下に貯留するための高度な技術が必要になるため、各国間で CCS の実用化に向けた政策や技術開発の進展に差が生じ、各国の受託及び暫定的適用のタイミングにも差が生じていると考えているところでございます。矢渕君。今答弁いただいたんですけれども、 IEA は何て言っているかというと、本改正の受諾が進まない理由について、議定書の締約国のうちすべての国が洋上 CCS やそのための越境輸出に関心を持っているわけではなく、受諾の優先度は低いというふうに指摘をしているんですね。でこの CCS の先進的事業として選定をされた7案件のうち、2つの案件はマレー半島沖と太陽州への輸送貯留を想定しています。でこれに対して、本会議で、マレーシアの住民から経産大臣宛てに、先進国から途上国への CO2 の輸出は機構不正義だとする書簡が出されていることについて、この声にどう答えるのかというふうに質問をしたところ、大臣は輸出国政府の受け入れ意思や規制整備などの実情を踏まえて判断するものだというふうに答弁をされました。その後ですね、同趣旨の要請書が5月8日に経産大臣をメインにして首相と関係大臣宛てに提出されています。26カ国90団体が署名しているんですね。で環境や生計手段への甚大な影響、深刻な人権侵害に苦しんでいる、マレーシアのような途上国を先進国のためのゴミ箱にしないように求める切実な訴えが行われているんですね。で斉藤大臣、こうした声をどう受け止めていますか。斉藤大臣。ご指摘の書簡はですね、オランダに本拠を置く環境団体の日本支部などが作成をして、我が国を含む、主要国に提出をされているものと認識をしています。CCS については昨年の COP28 におきまして、脱炭素化の手段の一つとして、明記をされておりまして、我が国でもその推進に取り組んでいるわけでありますが、一方で CO2 の貯留地には地理的偏在性があることから、貯留適地のある国へ CO2 を輸出して貯留することは、脱炭素化の手段として重要ではないかと考えています。で CCS 目的による CO2 の輸出はご指摘のようにロンドン議定書により規制されておりますが、国家間の取り決め等が締結される場合に限って認められておりまして、すでに先月ノルウェーはオランダ、デンマーク、ベルギー、スウェーデンと本議定書に基づいて国家間の取り組みを行いました。で今後ですね、我が国が CO2 を輸出する場合におきましても、輸入国政府の受け入れの意思や規制整備などの事情を踏まえつつ、本議定書に基づき取り決め等を締結するか否か判断することになりますが、ご指摘のようにですね、ロンドン議定書の非締約国もあるわけでありますので、輸入国がそのような場合にはですね、同議定書に基づいて我が国が環境配慮等に関する措置を求めることが必要となります。この点、貯留ポテンシャルに恵まれた途上国の中にはですね、CCS に関する技術移転を求めたり、貯留場の操業の安定化や運営のための経験を獲得するために、CO2 の海外からの受け入れを積極的に模索する国も複数現れている状況があります。
まあ、こうした背景から、今後拡大が見込まれる諸外国の CCS 事業の立ち上げを支援することは、まあ、国際貢献の観点でもですね、まあ、意味があるのではないかと考えています。いずれにせよ、海外での CCS を推進するにあたりましては、その CO2 輸入国政府の意思や、経済社会情勢、その他諸事情、こういったものを十分に踏まえて取り組んでいくということになると思います。岩渕君。手続きの話をしてるんじゃなくて、こうした地元の声にどう答えるのかってことを聞いてるんですよ。でもそれについてはお答えがありませんでした。とりわけ、まあ、途上国での貯留はするべきではありません。で、環境影響評価法の対象にも加えず、規制を後退させるということは、国際的にもとても通用するものではないということを指摘して質問を終わります。はい。